安倍元総理の銃撃事件をきっかけに霊感商法などが社会問題視されている世界平和統一家庭連合旧統一教会について考えようと鹿児島市で講演会が開かれました。講演会は旧統一教会による被害がなぜ起こるのか学んでもらおうと市民団体が開催しました。講演では被害者からの相談を受けている牧師で北九州カルト宗教被害相談会の岩崎和弘さんが2015年に子どもの病気で悩んでいた鹿児島市の高齢の女性が病気が治るところがあると旧統一教会を紹介されおよそ260万円を支払ったという事例が紹介されました。岩崎さんは旧統一教会は正体を隠して勧誘に訪れ家系図を作らせて先祖の供養が必要と話したりホテルの部屋でマインドコントロールを行い信者にして献金させるなどと話しました。大体皆さん相談に来る人まさかつまり自分とは関係のない話だと思ってる違う世界だと思ってる日頃気をつけないといけないということと誰でもこれはあのマインドコントロールに引っかかるその手口を持ってるということです。岩崎さんによりますと最近は若者に対して SNS による勧誘も行われていて被害が出ているということです。霊感商法などの相談は県消費生活センター 099-224-0999 番などで受け付けています。